ブレイブガールズは2011年に結成した韓国の4人組女性アイドルグループであるブレイブエンターテインメント所属。略称はブブゴル。公式ファンラム名はフィアレス。ブレイブエンターテインメントより2011年4月8日にシングルアルバムザ・ディファレンスでデビュー。デビュー当時は5人組であったがメンバーの脱退や加入を経て現在は4人組として活動している。 デビュー以来10年間は、知名度がほとんどなかったものの、2021年に、楽曲、ローリンがチャートを逆走行して、ヒットを記録したことで、人気 K-POP ガールズグループの仲間入りを果たした。スーパースター k 算にて2011年4月8日、ファーストシングルアルバム、ザ・ディファレンスをリリースし、ウニョン、ソア、イエジン、ユジン、ヘランの5人体制でデビュー。 同年7月29日、ファーストミニアルバム、バックツーダーフューチャーをリリース。同年8月26日、ファーストデジタルシングルをリリース。2012年2月22日、セカンドミニアルバム、リルシューをリリース。2013年8月31日、セカンドデジタルシングル、フォーユーをリリース。 2017アジアモデルフェスティバルにて2016年2月3日、ウニョン、ソア、イエジンがグループを脱退。ミニョン、ユジョン、ウンジ、ユナ、ハユンが加入し、7人体制で活動を再開。同年2月16日、サード、デジタルシングルをリリース。同年6月27日、サードミニアルバム、ハイヒールズをリリース。同年9月1日、フォース、 デジタルシングルをリリース。2017年1月13日、ユジン、ヘランがグループを脱退し、5人体制となった。同年3月7日、フォースミニアルバム、ローリンをリリース。ユジョン、ウンジ、ユナが、アイドル再起番組、ザ・ユニットに出演。収遊挨拶動画より2018年8月11日、ハユンが健康上の理由で活動を休止し、 4人体制となった。その後、ハユンはグループを脱退した。同日、ゴース、デジタルシングル、ローリンをリリース。2020年8月14日、シックスス、デジタルシングル、ウィーライドをリリース。2021年2月24日、2019年に、陸軍遺門公演で、楽曲、ローリン披露した様子を編集した動画が、YouTube に、 アップロードされたことをきっかけに突如として人気に火がついた。発売当初の2017年に最高順位192位の成績を収めた同楽曲は音楽配信サイトバグズの2月27日付のリアルタイムチャートで初の1位を獲得し、その後も数々の主要音楽配信サイトで1位を獲得。この異例の逆転劇はエグサイティに続くチャート、 逆創業神話の再来として大反響を呼んだ。これを機に音楽番組での活動を再開し、同年3月14日には SBS 人気歌謡で初の1位を獲得。同年6月17日、フィフスミニアルバムサマークイーンをリリース。事務所、グループメンバー、ありがとうございます。